い、どうもこんばんは、ガゼットの海とルッキーです。はーい、本日も B 型2人でやっていきたいと思うんですけども、前回のね、放送がねひどすぎて俺ね、なんか言われなかった。いや、すっげー言われた。なんてすっげー言われたんだけど、まあ それはそれで、ね、それはそれで、ね、面白かったって言ってくれたんで、まあ今日は落ち着いて、はい、一つ一つやっていきたいと。そうですね、はい、失礼のないようにね、はい行きたいと思います。お願いします。で、ですね、今日みんなが聞いてるのが3月の10日、ということで、ちょうどもうライブが終わった後なんですよ、代々木公園の。そうですね、まあね、収録ということなんでまだこちらとしてはやってないんですが、まあいいライブになったんじゃないかなという こと体で、そうだね体で話をしていきたいんですが、まあいろいろね、発表とかもいろいろあったと思うんですけども、はい、まあそちらの方はまた最後に、アナウンスしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速ですね、3月のテーマ、記念日、卒業式、春休み、闇深い怒りと、まあラジガゼ定番のね、闇深いとか怒りとかもいろいろ語ってもらいつつ、たくさんのメールを、お待ちしております。はい、はい、で、3月の8日に我々ベストアルバムトレシーズ2、はいはい、バラードベストを、リリースされまし ました、はい、されたので、今週と来週とですね、2曲ずつ、はい、皆さんに聴いていただきたいなと。そうですね、持ってるかもしれないですよね。いや、もう持ってるんですけどまだ持ってないっていう人に、届くように2曲ずつ選曲したので、そちらの方も楽しみに。本来のラジオの意味をね。そうそうそう、本来こういうためのラジオだから。そうです、我々のね、はい、はい、で、送り先なんですけども、メールラジガゼアットマークインター FM.jp、ラジガゼアットマークインター FM.jp、ツイッターはハッシュタグラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてください。あとなんか画像とかもあったら、ぜひ貼り付けてつぶやいてくれたらわかりやすいかなと思います。それでは、早速なんですけども、はい、トレシーズボリューム2の方から、うん、1曲、いきたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。ガゼットで枯れ歌。空気を Radio Gazette。 じゃあ早速メールたくさん来てるので行きたいと思います。まずは春休み、のテーマのメールいきますね。はい、リングネームあけみさん、るきさん、かいさん、こんばんは。3月のテーマに春休みがありましたので、私の春休みの思い出を投稿いたします。うん、高校卒業して短大に入学するまでの間、いわゆるニート生活を楽しんでおりました。うん、3月生まれの私は少し遅めに自動車学校に入り、授業の予約がなかなか取れませんでした。はい、毎日毎日暇で仕方ありません。そこで、チャリンコで冒険をしようと思いつきました。ひたすら知らない道を2時間くらい走りました。気がつけば地元から5駅くらい離れたとこまで来てました。今思うと暇だからこそできたこと、お二人の若さと暇ゆえの冒険エピソードなどあったらぜひ教えてください。そして味噌汁が見えてきた私にお誕生日おめでとうの一言がいただけたら嬉しいですと。はい、お誕生日おめでとうございます。はい、で、若さゆえの冒険エピソード、お前ありそうだな。どういうこと？住んでる、冒険、住んでたところ的に田舎だからってことまあごめんね。いや、田舎だから行くとこはないんだけどね。あ、そうなんだ。でもちょっと電車に乗って一人でご飯行くとかやってた気がするけどね。電車にわざわざ一人乗って、一人で行って、なんだっけなそれなんかね、なんか雑誌に載ってた、なんかぶらり旅みたいなやつを、お店の名前が載ってたのそこに。いや、違う違う違う、なんか雑誌のなんかコーナーみたいので、加藤春彦さんっているじゃないですか。はい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 、はい、が行ってて、あ、なんか見たことあるよ、そのぶらり旅は、みたいな感じのやつの雑誌になって、あ、俺もこういう感じでちょっと定食屋行ってみようと思っていや、田舎だから定食屋とかないんですよ。一緒に行ってくれる人はいないんかい。いや、違う違う、一人で行くっていうのが、一人で行くのがいいんだ。そう、なんか何も考えずに一人で行ったことはありますけど、まあ、結局飯食って帰ったっていうなるほど、ね、まあ若さゆえのエピソードなんてものはね、言えないこともまあ多々ありますけどもそうですかいや、まあほらね、お金ない時にさ、いろいろあったりとかもあったじゃないですか。ないっす。あ、だったじゃあ、僕はないにしときましょうじゃん。ないで。はい、じゃあ次、いきます。卒業。テーマ卒業。はい。リングネーム、ゆうきちゃん。
ルキさん、カイさん、こんばんは。毎週寝落ちしながらも一生懸命聞いてます。は3月のテーマ、卒業についてのエピソードです、はい。当時中学2年生の私は3年生の卒業式に在校生として出席し、小学生の時から憧れていた近所の先輩に、学ランの第2ボタンもらいに行きました。がすでにモテモテの先輩の学ランのボタンは全部根こそぎなくなっており、ごめんなと言われましたと。ボタンをもらえなかった私は優しい先輩の言葉に未だにドキドキします。第二ボタンなんて今の時代にはない伝統だと思いますが、うん。ルキさん、カイさん、卒業式での同学年や後輩の女子から何かアプローチとかあったりしましたか？ぜひ聞きたいですと。なあ、もう今やってないのこれ、第二ボタンとか。学ランってある？あ、学ランじゃないのか。ブレザー？マジかよ。中学校だよ。ああ、いや、田舎はあるでしょ。いや、今でも学ランはあるでしょ。ありますよ。ありますよ。多分、第二ボタンあるでしょ。ないの、うん、あるんじゃない？あるでしょ。謎なんだけど、なんで第二ボタンなんだろうね。あ、それはわかんねえな。確かに。謎ではある。うん。確かになんで第二なんだろう。なんでなんだろうね。わからない。なんでだろう。だし、第二ボタンだけ取られ、一回その俺も会ったことがあって、おうおうおう、それは先輩に取られたんだけど。うん。無理やり俺が中学校1年生の時に、うん、中3の先輩に取られたんだ。なんでだよ。卒業式関係ねえじゃねえか。そうそうそう、卒業式関係ないんですよ。あ、向こうが卒業するから。そう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 。ああ、なるほど。中学1年生の気に入ってたお前を、の第二ボタンをもぎ取って帰ったそう。俺が卒業。新しい。で帰ってる時に、取られましたね。でもそれ、知り合いなんでしょ？言ったって、その当時付き合ってたとか、そういう先輩の。そういうレベルです。あ、はいはいはい。なるほどね。だから、しいな、ああ、と思ったよね。やっぱ中学1年生なら、どうしたらいいんだろうみたいな。2番目のボタンないけど、みたいな。そのまま3年間過ごしたんだけど、うん。一番下とかだったらまだわかるじゃん。ああ、そうね。そうね。何なんだろう、第二ボタン。心臓が近いとか、そういうこと。いやー、それはないんだよ。よく手を、つけるからと。だし関係ねえか。二ボタン。何の癖だよ。よくわかんないけど。ああ、なるほど。なんか、そうなのね。うん、要は、第二ボタン。なるほどね。第二ボタンの。今、ね、情報が入ったんですけど、なんか、その昔、戦争に行く人が、二度とこのね、うん、この地に戻ってこれないんじゃないかってことで、もともとは軍服の第二ボタン。あー、なるほど。なるほど。なるほど。ね、ほど第1ボタンだとなんかちょっと開けてるみたいな感じになっちゃうから、第2ボタンだけど。格好が悪くなるってことなんだね。あ、なるほど、ね。なるほどね。あ、なるほど、なるほど。そういうことね。結構、あれだね。ちょっと深い話です、ね、うん、深い話ですね。はいはい、うん。はい。じゃあですね、ここで1曲いきましょうかね。リクエストの方。うんうん、はい、曲リクエスト来てます。リングネーム、アイさん。カイさん、ルキさん、こんばんは。曲のリクエストをお願いします。松任谷由実さんの春よ来いを、お願いします。春が来るたびにやってくるのは懐かしいだけではなく、ビターで切ない恋心な歌詞に共感してしまいます。ビターって。ビター。いくつ？そんな松任谷由実さんの春よ来いをお願いしますと。これさ、うん、ドラマの主題歌だったよね。うんうんうん。花一門目だっけ。わかんない。中居君のやつでしょ。なんかのドラマの主題歌なのは覚えてる。俺これめっちゃ好き。あ、お、ルキさん、ルキさんのおすすめの曲でもありますよ、じゃあ。はい。それでは聴いていただきましょう。聞いていただく、はい、今の流れでなんで笑うの。いやいやいや、別におすすめとは言ってないよ。じゃあ聴いてもらいましょう。はい。松任谷由実さんで、春よ来い。はい、聞いていただいたのは松任谷由実さんで春よ来いでした。ちょっと上からだもんね、春よ来い。いやいやいや、ああ、そういうことね、うん、このタイトルがね、うん、で、ちょっとここでフリーのメッセージを、読んでいきたいと思います。フリー、うん、お題とは関係ない、こんなにいっぱいお題があるのに分かるのフリー。そう、いや、こう順々にいきますね。なるほど、順々に、はい、はい、リングネーム、めぐおさん。めぐおさん。はい。ルキさん、カイさん、こんばんは。周年ライブ後の帰り道に、ラジガゼ、ルキさんとカイさん、のラジオが聞けるとは、今からすごく楽しみですと。テーマとは関係ないのですが、大好きなルキさんにアドバイスしてほしくメールしました。あ、びっくりした。俺がアドバイスされた。いや、アドバイスしてほしいって。はい。で、それが、私は声が小さい。
ですと、うん、コピー機が作動したり、うん、冷蔵庫がボーンと鳴るだけでもなんか言ったと言われるくらいなので、うん、私と話す8割の人、うん、まあ、大体の人が、うん、目が死んでますと。ああ、そうですか。で、大きく意識しても、うん、今どのくらいの音量なのかすらわからないのですと。自分でだと思うんだけど、うん。で、アドバイスしていただけたら嬉しいんですけども、っていう、なんか。どのくらいとか、もう、ささやきっぽいわ、ね。ささやきっぽい。まあ、でも、ね、いるよね。中には。そういう人。な、何言ってんだろうっていう。まあまあ、ちょっとまあ、名前は言えないけど、まあ、大先輩の中でも、すっかりこう、ちゃんとこう、耳、こうさ、聞き耳立てないと、いや、いや、聞こえないの失礼じゃん。いやいやいや、え、なんですかとは言えないから。いやいや、ね、それ俺が一番よくわかる。うっさんも声ちっちゃいよね。まあ、裏くんもそうだね。うん、まあ、声はちっちゃい子だけど、だけど、なんだろう。ほら、この間さ、うん、全然これアドバイスにはならないと思うんだけど、うん、ほら、裏くんの家に行って、我々ほら、うん、バラードベストの作業をするのにさ、うん、集まってたじゃない、うん、で、ヘッドホンして、うん、さ、こう、曲を聴きながら、あそこもうちょっと上げてとかっていう時の声って、とにかく、うん、でかい。でかいじゃん。あれってなんで、あれ、原理的には、自分の声が聞こえないからってことだよね。そう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 、そうなんだよ。そういう意味では、だからその子にしては別に、うん、ちっちゃいと思ってないってことだよ、ね、そうなんだよ、多分。そういうことなんだよね。え、コピー機の音とかで、なんか言ってとか言われるなんか、かきされちゃうじゃん。なんかまた別の問題ありそうで怖いよ。なんだろうね。でも、でかい声のやつよりちっちゃい方が良くない？まあ、うるせえってなるよりはいいかもしれない。なんか、内緒話なのに声でかい人っているじゃん。それはデリカシーがない人だただ単に。どんぐらいちっちゃいんだろうね。いやー、わかんないけど、でも、まあ、いるから、身近にも、大先輩にも。いや、要はさ、なんか、飯屋とかでさ、めちゃくちゃうるさい酔っ払いとかいいんじゃん。ああ、まあ、それは腹立つね。すげえ、つい最近この前すっげえ腹立った。そのエピソードうるさいなあ、まあ、いや、そうだね。でも別に、なんだろうね。あんま意識しないでいいと思うけど、ね。意識するないか。そんなにね。ごめんね、まあ、アドバイスになってまあでも、まあ、一生懸命大きい声を出そうとしてるっていうところで、うん、まあ、頑張ってもらいたいなと。一生懸命声出そうとしてるのにちっちゃかったら、まあ、それは可愛いってことでいいよ、ね。そうそう。それはそれで可愛い可愛い。はぁ、はぁ、ってはい。じゃあ、カラオケとかで、一人カラオケとか行ってみたらどうですかね。そしたらボリューム最大にするじゃん。ランプが鳴ったんで、次の曲、はい、曲リクエスト行きたいと思います。これレータのあれじゃないの？そう、これがですね、なんかレータの、うん、まあ、ちょっと読みますね、うん、リングネーム明太子パスタさん、ルキさん、カイカイカイさん、こんばんは、はい、早速ですが曲リクエストです、ダパンプのイフ、をお願いしますと、うん、先日レータさんがツイッターでダパンプのイフが頭から離れないとツイートしていて、うん、どんな曲だったかなと、聞いたら私も頭から離れなくなってしまいましたと、はい、またお二人にも頭から離れなくなった曲、あればぜひ教えてくださいって言うんだけど、まあ聞いてもらいますか、一度で、まあそうだね一度聞いてもらおうはい、それでは聞いてください、ダパンプで IF。 はい、聞いてもらったのはダパンプで IF でした。はい、離れなくなりました。なんかね、 MCAT を思い出すね時代的にね。そうだねまあ、その気持ちはわかるわ。あのこの、あーそうね、これあい、でもレー、うん、レータくんこれさ、頭から離れないって言ってたじゃん、うん、でもあいついつもさ、歌い出し思い出せてないのあの動画の時なんだっけダパンプのあれなんだっけだから俺がその間にさ入ってくるラップのとこヘイヨーってそれ言って思い出したってくれ、うん、思い出す。あ、なるほどね、うん、まあまあまあそんなこともありますよ。そうだね頭から離れない曲あります。でも大抵変な曲が離れない時はあるけどね。まあね、どうだろうな、あんましないかな、頭から離そうとしちゃうからな俺結構。あ、結構、うん、あの曲から離れたいと思ったら離そうとしちゃうし、もう口笛とか吹く人。あ、全然全然吹くよ。吹くけど、うん、もうそうなったら全く吹かない。どういうこと？なんかもう曲聴きたくないっていう。ないそういう時。なんかもう曲とかもうそういうのいい、今っていう。なんかもう。無音がいい。無音で過ごしたいっていう時ない？別に。いや、ないなぁ。だってなんだっけ？なんだっけ？最近流行った曲。あれあれ。踊るやつ。PPAP？ ちげえ。
今の言ってるので全部ハマってんだろ。いやいや、ハマってる。踊るやつで。いや、そりゃそうだけど。なんじゃあれ、恋ダンスのやつ。あー、星野源さんのやつだ。あー、そうそうそう、うん。あれはなんか耳から離れなかったね。あー、まあ、まあそうだね。俺も一時期あれドラマ見てたから。すごい宗教性あるんだと思った。うまいよね。だから、うん、そういう曲ってすごいよね、逆に。でも、それっていいとか悪いじゃなくてさ、なんかちょっと歌っちゃうって感じあるよ。あー、そうそうそう。まあ、踊るポンポコリン的な。まあね、気に入ってなきゃだって耳から離れないなんてことはないわけだから。そうだね。うん。まあ、なかなかもう、なかなかのセンスをお持ちなんじゃないですか、そういう、ね、曲を書く方は、はい、じゃあ、うん、次いきますよ。はい、ね、もう一丁卒業、うん、リングネームマサミーヌさん、はい、ルキさん、カイさん、こんばんは。テーマが卒業式ということで、中学生の時の卒業式で3年間好きだった人に思い切って告白しようと思ったんですが、はい、緊張しすぎて好きですの一言を言えず、結局あ、さっきのあのボタン、第二ボタンくださいで終わってしまいました。その後家に帰ってメールが届いてることに気づき、うん、開いたらその好きだった彼から3年間バレンタインにチョコ作ってくれてありがとう、高校生になっても会えたらいいねって来ていましたと。私は好きですの一言が言えなかったことをすごく後悔しました。お二人もこういう後悔をしたことがありますか？これ何？結局、ダメだったってことなのかな？言わなかったから。これっきりってことなのかな？めっちゃ甘ない。甘い。甘ーい。甘い。甘ーい。甘酸っぱ。マジで？それ本当これ？いやー、どうだね。嘘じゃない？よくできたストーリーかもしれない。いやー、すごいな、それ。もうその少女漫画的なエンディングだよね。あ、すごいね。でもこれ多分ダメだったんだろうね。でもなんとなく俺が春節作った時そういうイメージだったよ。あー、言うねー。いやいや、本当に。なんかそんな感じだった、ね。さっきの先輩の話じゃないの？え？先輩の話じゃないの、春節のあれは。いやいや、それだって、軍がどんどん。なんかそんなのあるんだね。今の子だったら全然違うでしょ。LINE とかでしょ。あ、LINE とかだ、ね、送ったんですけど、ね、既読スルーされましたみたいなね。うわ、何も甘くもなんない。甘くないね。苦い思い出しか残んないんじゃないですか。そうだよね。LINE なんて。そうだよ。手紙だろ。まあ、手書きだろ。今文を綴る人いないだろうね。本当でも俺らほらもらってんじゃん。あ、そうだね。手紙もらってるけど。すごいよ。じゃあ、あれは。あれはしっかりみんな目通してるんで。いや、ちゃんとあれさ、書いて、俺たまにさ、あれ見る、手紙見てるとさ、うん、下書きのやつが後が見えると、ちょっとあれだよね。すごいよね、グッとくるよね、ちょっとね。うん。来るでしょ？来ないって言いたかった。来るから。気持ち悪いとか言うつもりじゃなかった。いや、そんなじゃなくて、いや、すごいなとは思いますよ、ね。すごいね。わざわざ下書きして、うん、その上に、ペンで書いてるから、こう書く力が強くてね、こう跡が残っちゃってるっていう、まあ愛を感じますよね。そうですね。今日なんかあれですね。なんすか？なんかスー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 でしょ？なんか今日はもう本当落ち着いてるから。そう思うとだから。気持ちの中で落ち着いてるから。情緒。いや、情緒が。いや、この間はね、タイミングが悪かったんだな。なんで？いや、わかんない。もうすっげえ不安定だったんだもん。もうなんかどうでもいいやみたいなくらいのなんか気持ちが多分入っちゃってたんだよ。本当失礼。ひどかったよね。本当失礼なことしたなと思って。俺まですっげえ反省して。いや、今も情緒だけどね。そのラジオをね、こう上げてくれる子がいるじゃない。世の中に。ね、はいはい、こんなラジオでしたよみたいな感じでさ、うん、それを聞いたらさ、うん、あ、もうひどすぎて頭抱えたもんね。マジで。で、お前にも悪いなと思って。あ、俺誕生日だったじゃん。あの時。もう、何これ何これみたいな。いや、本当だよ。もう自分、もうね、ダメだね。俺はそっから情緒不安定だった。すいませんね。すいませんね。はい、はい、じゃあ次。リングネーム、お嬢さん。これ、怒りですね。怒り。ルキさん、カイさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。定番のテーマになった怒りについてですが、この怒りはどうしてだ、ふざけるなって思う他にネガティブな気持ちにさせたり、ポジティブな気持ちにさせたり、奥の深い怒りなので聞いてくださいと。はい。それがチケットの落選です。抽選の結果、残念ながらチケットをご用意することができませんでした。ガゼットのファンに限らず、ライブやコンサートに行く方にはかなり共感を得るんじゃないかと思います。あるあるです。なんでこんなに行きたいのにチケットご用意してくれないんだと、行く気満々でホテルとか探していたのに、交通費と
取ったのに、骨費取ったのに、どうして奈落の底に落とすようなことをするのかと。怒りもあり、悔しいという気持ちもありですね。行きたい気持ちがあって行けるとしても、チケットがなければ入れない。音漏れを聞いたこともあったなぁなんて、それもなんだかんだで思い出ですが、ではでは、インフルエンザなしには気をつけてお過ごしくださいと。あー、怒ってますね。ちょっと、あれですね。うん、たまに思うんですけど、うん、俺らがチケットの拝見してるとでも思ってるのかというのは。そうね。まあ確かにね。それはなんで俺らに文句言ってくるのかと思っちゃうんだけど。まあでも文句言うとこここしかないんだよ。でもわかるけどね、気持ちは。俺だってさ、夜中から X のさ、チケット並んで、高校、中学生の時か、並んで、もう何人並んでたかな。あの時、そのネットがなかったから、わざわざチケットのところで並びったのも夜中に、夜よ、中学生が。で、もう結構並んでて、で他のやつもあったのかもしれないけど、うん、並んでて、したらもう最初の一人二人ぐらいで、完売しましたで、俺、で、X、はいはいはい、12月30、31日って、あったから、ってかまあ、年越しというか、うん、あれで、だったから、うん、で、俺さ、そのお金をさ、うん、お年玉前借りしてるわけ。頼み込んで。はい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 。ありますね。これ。いくらでいいから前借りしたいって言って。なのに、完売だった。だから、あれ、それはもう、生き損だったんだよね、それは。生き損っていうか、もう、絶句。絶句。マジか。だから、気持ちはわかるんだけどね。でも、その時は、音漏れ聞きに行った？聞きに行ってない。また来年に行きたいと思って。こっちの音漏れ聞いちゃったらなんかもう。何？負けた感？え、わかるでしょ、あのさ。ライブ始まってる時にさ、うちらがさ、誰かのライブ行く時さ、遅れて行く時にさ、音に漏れてるじゃん。ああ、わかるわかる。あれの感じ嫌じゃない？いや、すっげえ嫌だった。なんか、オープニング見逃したみたいな感覚がすごくあるね。そうだね。あれあるからもう絶対遅れていかないようにしようと思うよね。確かにね。なんだろうね。そうだよね。まあ、特に今回の周年とかっていうのはそうなんですけど。そうですね。でも、どうなんですかね。じゃあ他のとこにも同じように、これグッズとかもそうなんですけど、はいはい、全部ね、うん、落ちるんだったらわかるんですけど、うん、こう、ね、行きたい時のライブと行きたくない時のライブって、やっぱあるじゃないですか、うん、お客さんの中に、うん。あるある。あの、優先順位というか、うんうん、あ、やっぱ周年は行かなきゃと、うんうん、ツアーファイナルは行かなきゃと、うん、まあ、地方は行っかみたいな。うん、いやいや、こっちの気持ち的にはどうしたらいいのか分かんない。確かにね。ありますよ、っていうね。まあ、こちらも提供するしかないからさ。そうなんだよね。だから気持ちは分かるんですけどね。とはいってみんなが入れるでかいね、会場を切っても、ね、それはそれで面白いんですよね。まあね、まあね、どうなるかね。いや、そうだよね。その代わり、切ったら来いよって話だけど。いやいや、ほんとそうなんですよね。まあ、みんなのね、スケジュール照らし合わせてやりたいもんですよね。いや、ほんとよ。ほんとよ、なんで、ただ言いたいのはそんなことを僕たちがやってるかと思ったら違うよって言いたい。いや、僕らも思ってるんですよ。例えばこう、週、ね、平日じゃなくてできるだけ土日がいいと。いや、それは思うよ。ね。で、俺らだって思っていろいろ思ってるけど、それはね、あっちに行ってほしいな。そうなんですよ。いろんな制作の方に行ってほしい。俺らだっていつもそれで揉めてるもんね。揉めてますから。バカなのみたいな。平日だよみたいな。ちょっと考えりゃわかるでしょと。でもね、しょうがないんですよ。もうね、やっぱ。ライブハウスもね、うん、やっぱ取り合いになりますし、すこの ZEP とかのクラスとかだと。そうなんですよ。下手したら2年後先まで埋まってたりしますからね。いや、もう、本当に。だし、ね、でかい会場はね、あの、オリンピックで改装工事って言ってね、取れづらくなってますしね、これどんどんライブやるとこもなくなりますしね。そうですね。まあ、オリンピックどうなっちゃうんだろうね。オリンピック、興味あります？お前、お前全然興味ないことに言うよ。いやいや、そうだそうだ。オリンピック。いやいや、いや、じゃあオリンピックだからほら、世界各国から日本に来るわけでしょ？いや、ほんとだよね。で、うちらとしてはほら、そういう時にさ、いい感じにライブができたら一番多分さ、いいんだろうけど。ちょっと予想つかないよね。そう。オリンピックやってる時に何、ライブやるっていうのは。そのまあね、まあそうなんだけどさ。これもう街がどうなってるのかが俺もう、全然想像つかない。オリンピック、いや、俺経験したことないから、そのオリンピックやってる時に。過去ね。まあ、あるみたいだけど、あるみたいなのが当たり前なんだけど、東京オリンピックね。そうだね。あったみたいだけど、その時どうだったのかはもう、まあ規模も違うだろうしね、その時とは。そうだね。まあ。だから、ね、いろんな各国から来るでしょうしね。まあ、いい日本が提供できればいいですけどね。ちょっと失礼のないようにね、日本人としてね。
なったらいいかなと思うんですけど。そうですね。で、ついでにライブ見に行ってもらう。そうそうそう、ついでに、ついでに。多分やるんで、その辺。はい。あー、ごめんなさい。ランプついちゃいました。じゃあ曲リクエストいきますね。はい、リングネーム、心が壊れてしまったゴリラさん。氷室京介さんのキスミ、はい、以前親戚のお姉さんがカラオケで歌っており、この曲好きだと思っていたのですが、メモも取らずにいて、曲調や歌詞もアーティスト名すらも全て思い出せなくなっていました。そして最近仕事中に有線で流れて、全ての記憶が蘇り嬉しくなって、ここ最近ずっと聴いておりますと。よろしければ、ぜひラジカセで流していただきたいですと。これ名曲すぎるからね。じゃあ聴いてください。氷室京介さんで、キスミ。はい、聞いていただいたのは氷室京介さんでキスミでした。じゃあ引き続き、メールいきます。闇深メールです。リングネーム、あさみさん。はい。かいさん、るきさん、こんばんは。こんばんは。私は最近の若手ビジュアル系バンドに闇深さを感じます。イエーイ。というのも、ファンとの交流の機会として、最近は握手会やサイン会だけでなく、ハグ会やインストアイベントでの過剰なスキンシップが当たり前にあるんです。ある程度キャリアを積んだバンドさんがファンへの感謝としてハグ会を企画するとかならば、不思議と違和感はないのですが、どうにかしてお客さんをつかむためにファンに媚びを売っているようにしか思えないのです。交流の場があるのは嬉しいことですが、アーティストとファンは一定の距離を保つべきだと考えてしまいます。距離が近すぎるせいでアーティストへの敬意が失われているファンが増えている気がします。そんなものより音楽で勝負してほしいですし、そうでもしなきゃ最近は売れないのかなと闇深さを感じてしまいました。お二人はどう思われますか。お忙しいかと思いますが、お体にご自愛くださいということで、うん、確かに闇深いね。闇深い、まあ闇深いというか昔からありますけど、うん、確かにね、ありますね。いやー、自分らのね、うん、求めてたビジュアル系ってそこじゃなかったからね、やっぱね。まあ、ビジュアル系っていうか、まあ、何ですかね。まあ、アイドルならね、まだ、まだしも、っていうところの境界線は多分あるでしょ、きっと。まあ、その、何ですか、需要と供給なんだろうけどね。まあ、そうっすね。嫌いですね。嫌いですね。わかんないけど。好きにはなれませんね。まあね。まあ、特にビジュアル系、まあ、うん、アイドルとかもやってると思いますけどね。うん、怖いじゃないですか、そうやってスキンシップ。まあね、それもあるだろうし、うん、まあ、とにかくその、頭から、うん、媚び売ってる感じがすごく許せないんだろうね。この子は。ああ、そうだね。まず音楽で勝負して。うん、いや、でも難しいと思うんですよ。音楽で勝負っていうのを。まあまあ、まあ。聞いてもらうための手段。でも、他にもあるだろう。聞いてもらうための手段つっての言っても。まあね、でも、何なんですかね。でもな、そのさ、最近ちょっとビビったのは、うん、あの、インストアでツアー組むらしいのよ。最近の子って。インストア、イベントツアーってこと？そうそうそう。ツアーと一緒に、インストアイベントもツアーをやってる。ああ、はいはいはい。だから行った先でイベントをやるってことね。うん。うんうんうん、とか、俺、でも普通にさ、でも、ハグ会とかやって人来なかったらさ、もう終わりじゃね？終わりだね。逆に。逆に。もうさ、人としてのさ、うん、価値が、うん、まず、ないってなっちゃうじゃん、うん、今度。うん。いや、だから、それって、俺結構奥の手な気がしちゃう。いやー、もうね、うん、そうだね。まあ、ハードル、自分からハードルすごい下げちゃって。そうなんだよね。俺、だから、あの、チェキとかも嫌なのよ。だから。あー、なるほどね。うん。昔ありましたけどね。否定するわけないけど、まあ、やだね。ガゼットは、席とかってなったら、なんかね、それがスタンダードになるのも。チェキって何なの？その、アーティスト写真みたいに撮るってこと？じゃなくて、なんかおふざけしてるような感じで撮って。え、チェキって知ってる？あ、いや、わかる、いや、わかる。わかってるけど、その、チェキで何を撮るのかなって、その、なんか、プライベートな感じのやつを撮るってことなの？いや、要はチェキの、要はあれっていうのは、要は、1枚しかないわけですよね。あ、はいはいはい。世の中に1枚しかないっていうね。うん。うん、だから、あ、なるほど、昔の生写真とは違って、はいはい、はい。要は、あれですよ。1枚しかないやつで、要は、あるんです。あれ何？くじ、はいはい、くじ引きなの？あれ。いや、好きなの撮れんの？はあ、お客さんが撮るんだ。そう、らしいよ。はあ。っていうのがメインでしょ、だし、その、要はタオルを売るために、タオルを回す曲がある。
とか。ああ、はい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 。ここで回してねって、だからタオル買ってねってことみたいな。だから、やっぱ進化してますよね。なるほどね。やっぱ、でもそうでもしないと、やれないんでしょうね。やれないことはないだろう。やれないことはない。いや、だから逆にさ、逆に、だって今、インストをやんないで CD 売るっていうさ、っていう、何ですか？難しい、難しい世の中ではあるんだけどね。まあもう全然、ちょっと、あれですよね。難しいんでしょうね。まあなんか、どうなのか聞きたいけどね。まあ今、多分ちょうど、なんか、微妙な時期だと思うんで、なんかもうこっから完全に、なんかこう、売り方が、この一個また一つ新しいのが出てきた時に、多分完全にパッて切り替わるでしょ、きっと。で、今ほらなんか配信もあったり、まあ物をこう大切に、こうデザインとかも全部こうやって、こうコレクションとして出してるアーティストもいれば、まあもう配信オンリーでいいよっていうような人もいれば、でもそっちの方が宣伝効果としてあったりとかさ、もうプロモーションビデオがだってもうプロモーションじゃないんだもんね、もう。まあそうだね。というところがもうさ、まあいろいろと。だからやっぱ若手の、でもそれでもさ、ね。お金かかってたと思うけどね、俺らは。若手というか、その、ね、最近の人を見ると、いやもう PV 撮ってんだけでもいいだろうが、とは思うけどね。しかも、ね、アンディで撮ってた時代もあったぐらいだからね。本当だよ。まあまあまあ。いやいや、そうですね。なるほど。まあそういうこともあるわけですよ。闇深。闇深。まあまあいいや。はい。で、ランプが鳴ったので、ですね、ここで、トレイシーズからもう一曲、聞いてもらいたいなと思います。それでは聞いてください。ガゼットで、プレッチ。エンディングの時間が、やってまいりました。いやー、早いですね。なんかこう、あれですね。なんすか？もう今日、3月10日でしょ？ 3 月10日でしょ？ライブ終わったってことでしょ？もう11日になってるってことだね。もう11日ですよ、11日。本当に。月日の流れるのが早いってこと？早いですし、どういう感情で、なんですかね、皆さんね。今ね、現状ね。そしてね、このライブ後に聞く感じのラジオであったのかどうかっていうのも、微妙なんですけど、ね。いやいや、もうそれはしょうがない。だって俺らがやってないんだもん。いや、それはしょうがないだろ。いや、そう。俺らこうって、これからだもんだって、俺らからしてみれば。そう。今、どっちかと緊張してるぐらいの感じだからね。リハもこれからなぐらいなんで。いや、ほんと。まあでも、いいライブっていうか、お客さん的には楽しかった。だと言わないと嘘だからね、これ。いや、でも多分もう。だってこれ、俺らほぼ 100% あのリクエストに答えてやってるんだよ。ってこと話したけど、多分もう寝てると思うよ。マジかよ。起きろよ。はい。まあ、はい、楽しいライブだったんじゃないかなと、はい、思います。で、そのライブのですね、追加公演が、はい、決まっております。はい。多分はまあ、知ってるとは思いますが、はい、ヘレシリミテッドツアーセブンティーン15周年記念公演、大日本イタン芸者の暴動区グドンの桜、追加公演ということで、4月の12日ゼップ東京、4月の14日仙台ピット、4月の20日ゼップダイバーシティ、4月24日ゼップ名古屋、4月26日ゼップ大阪デイサイドと。見てくださいよ、この土平日。本当だよな。本当に見事に土平日。土平日。まあ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 、これね、ちょっと。ファンクラブ限定なのですけどね。そうなんですけど。まあ、僕らの気持ちです。来れなかったっていう人が多かったので、ぜひこの機会にね、また来てもらって。来てくださいねっていう感じではありますね。僕らも楽しませますので、ぜひ来てほしいなと思います。で、この、二次受付、3月の13日から受付開始ということなので、お忘れなくぜひ皆さん来てください。はい。で、先ほど言い忘れたんですけども、今日2曲流しました、このバラードベスト。それが3月の8日にリリースされております。こちらの方もよろしくお願いします。そして、3月10日に、我々ライブ終わって、みんなもう告知を見てると思うんですが、ライブインサマーセブンティーンバーストイントゥアブレイズ3と、
はい、帰ってきたバースインターブレイズ、やりたいと思うんですけども、もう知らない人もいるのかもしれませんというぐらいの感じの9年前ですね。9年前ということなんで、まあもう俺らもうちょっとどんなライブしたのかあんまり覚えてないぐらいなんで、まあでもじゃあ前回のやつは覚えてるだろうよ、どう考えても。いやじゃ あの部分的には覚えてるよ、いやとにかく雨が降ったっ、ね、そう雨が降ったとか、だからそういう記憶しかないのがちょっと残念じゃない、まあ、そうですね、そうだからなんで今回はね、うん、ちょっともうやっぱり楽しませたい一心のあれをやりたいので、うん、今からは考えなきゃいけないですね。まあまあ考えてますよ、考えてます、考えてます。いろいろとこうああだこうだといろいろこう楽しませることを考えてるので、いやなんかコンセプトというかあれがないから、うん、すごくいろんな曲ができるっていうの、あ、それもそうね、ありましてね、うん、もしあれだったらまたリクエストかなんかもしかしたらあるかもしれないしね。そうですね、それをしつつ、うん、で前回ですね、富士急ハイランドのコニファーフォレストでやって、まあ今回も一緒なんですけども、うん、前回来てくれた人は分かってるかもしれないんですけど、うん、ちょっと時間が早いんですよ、うん、会場が4時で開演が5時と、まあちょっとおとどめの時間が決まってるので、うん、この時間で、やらせていただきます。で、まあ詳しい内容などはですね、オフィシャルホームページで載ってますので、うん、特設ページの方に行って、見てもらえればいいかなと思います、はい、うん、はい。そして、まあこのラジカですね、来週も我々2人でやらせてもらうんですけども、うん、50回目、次は50回、もうついに50回目の放送になるんですけども、ね、なんと来週には重要なお知らせがあるかもしれないということで、うん、お聞き逃しなくということですね、はい、ということで、はい、また来週また来週に、来たいと締め方わかんだからちょっと、そうですね、まあ、来週自由なお知らせがあるぞっていうことと、また来週だぞってことですね。そんな知ってんよみたいな、はい、はい、じゃあまた来週聞いてください、はい、さよなら、おやすみなさい、おやすみ。